今回は、宮本照の不思議な男と記憶を朗読します。今夜は久しぶりに酔っ払った。まあ、大抵夜になると酒を飲むけど。こんなにゆったりと酔ったのは本当に久しぶりだ。だから、とっておきの話を聞かせるよ。気持ちよく酔って、しかもお前みたいな話し相手がいるっていうのは、俺にはここ数年なかったことだからね。仕事、仕事、仕事。日曜も祭日もあったもんじゃない。どでかい貸しビルの一室に自分の小さな事務所をやっと持てたのが5年前だけど、いつ潰れるかわからないデザイン事務所で、ラフスケッチから半下の切り張りまで自分一人でやらなきゃいけない。10時より前に家に帰れた日なんて数えるほどしかないんだ。帰ってくると息子は眠ってるし、女房もあくびを噛み殺してる。なんか付き合わせるのが気の毒になって、風呂に入って飯を食ったら、つい、もういいから先に寝ろよって言っちゃうんだな。だから酒を飲み出すのは1時頃からになる。音を落として FM 放送を聞きながら、この団地の低い天井の下で、いろんな妄想に浸りつつ飲むってわけだ。そんな酒が適量で済むはずはないよな。まだ小学校の1年生でも、隣の部屋で息子が寝てるって思うだけで、随分こっちの精神状態が違うってことがわかった。女房が実家に帰って今日で4日目だけど、息子の寝言も女房のお健やかないびきも聞こえない部屋で、あと5日間どうやって過ごそうかって思ってたんだ。そう思いながら帰ってきたら、お前がドアの前に立ってるからびっくりしたね。女房のお袋の病気もそんなに心配するほどのもんじゃないって分かって、一安心さ。おい、今日は飲もうぜ。とにかく10年ぶりだ。いや、そうじゃないな。12年ぶりだ。12年だぜ、おい。お互い不義理な人間だよ。でも、本当によく来てくれたよ。景気良さそうじゃねえか。まあまあ、そんなことはどっちでもいいや。とっておきの話を始めるぞ。その前に、もう一杯飲んで、喉を湿らせてと。大学2年の冬のことだよ。そうすると何年前になる？14年も昔だ。覚えてんだろ？あのダンヒルのオイルライターのこと。死んだ親父の遺品を整理してたら、机の底から出てきた骨董品。お前、欲しがったよな。とにかく、歯磨き粉で磨いたら、ダンヒルって文字と、メイドインイングランド。それに、1929って数字が出てきて、どこもガタが来てなかった。お前、わざわざライター用のオイル買ってきて、ちゃんと火がつくかどうか試したんだ。お前のあの時の顔、今でも忘れねえよ。ついたって言ったきり、長いこと火を見てたもんな。そのうち目向いてさ、俺の手からライターをひったくった。お前こう言ったんだよ。おい、これは大変なライターだぞ。いや、そうじゃないな。大阪弁だ、大阪弁。大阪弁で、おい、これは、どえらいライターやで、って叫んだんだよな。
大学を出てすぐに東京に出てきて、それっきり大阪へは一度も帰ってねえんだ。その上女房も千葉の出身だろ。大阪弁なんてもう何年も使ってないよな。だけど、この話をするには大阪弁を使わざるを得ないよ。この話、俺は女房にも喋ったことないんだ。いつか息子が大きくなって、俺の酒の相手でもできるようになったら、話して聞かそうって、大事にしまっといたんだ。お前、このライターは値段なんてつけられねえって言ったよな。1929ってのは、このライターが製造された年のことだろう。いろんな説はあるけど、どうやらダンヒルがライターを作ったのは1921年だ。それもプロトタイプというやつで、ちゃんとした形のオイルライターができたのはそれより何年か後だろう。そのオイルライターが日本に正式に輸入されたのは1925年だから。おい、これはどえらいライターやで。真鍮製で銀メッキが施してあるけど、使い込まれてメッキはほとんど剥げてる。でも剥げてるのがまたいいじゃないか。その上この形、無駄なところが何にもなくて素朴すぎるくらいだけど、これこそライターだっていう気品がある。それに、そこの丸い蓋、ネジ式で外すとちゃんとそこの裏に補充用の石をしまうための細工がしてある。このライターが54年も前に作られたなんて信じられるか？お前、そうまくし立てたんだよ。それから俺を上目遣いで見ながら、1万円で譲ってくれ。そう言った。俺が黙ってるとお前はとうとう5万円まで値を釣り上げたんだ。5万円。喉から手が出るくらい欲しかったよ。とにかく親父は借金残して死んじゃうし、お袋は体が弱いし、大学はまだあと2年も残ってるし。それどころか、明日の米にも困ってたくらいだもんな。俺があの時首を縦に振らなかったのは、別にライターの値打ちに惹かれたんでもない。お前よりもっと金を出そうっていうコレクターに売りつける気もなかった。俺は、親父がなぜこんなアンティークなライターを五章大事に持ってたのか不思議だったんだよ。俺の親父は何か物に凝るって男じゃなかった。火をつけるのはマッチで十分だ。何かにつけてそういうところがあったから。このライターには誰にも言えない親父だけの思い出があるんじゃないか。そんな気がしたんだ。親父が死んだ直後で、俺も多少感傷的になってたんだと思うよ。お前がとうとう諦めて帰っちまって、ちょうど10日目だ。5万円が欲しくなったんだ。借金取りは押し寄せるし、お袋は寝込んじゃうし、家は抵当に入ってて、どこかにアパートを借りなきゃいけねえ。でも俺もお袋も、金に換えられるものはもう洗いざらいはたいちまって、すっからかんになってたんだ。お前にライターを買ってもらうしかなくなった。出かけるとき電話一本かけりゃよかったんだ。ところが家中の金を5円玉や1円玉までかき集めてもその電話代が足りないんだ。俺の住んでた福島区からお前の家がある堺市までの片道分しか金がなかった。不思議なもんだよ。本当にきっかり片道分しかなかったんだ。俺はそれを思い出すたびに何かいろんなことが分かってきそうな気がするよ。だってそうだろう。よく考えてみたら、俺が電話をかけてライターを売るって言いや、お前は俺の家まですっ飛んできたはずだよ。ところが俺には5万円の札しか頭になかった。電話をかけたら電車賃が10円足りなくなるってことしか考えなかったんだ。うまくいかないときってのは、
もう何もかもそんな風にことが運んじゃうんだよ。2月の15日だよ。夜の8時過ぎに、俺はバスに乗って大阪駅まで出た。そこから地下鉄で難波まで行って南海電車に乗り換えた。堺駅までの切符を買った時、俺は完全にオケラになってた。ポケットに5万円で売れるライターがあるだけさ。ライターと引き換えにお前から5万円受け取ったら、とにかく梅田まで帰ってきて焼き鳥屋で熱い酒を飲もうって、そればっかり考えて電車に揺られてたよ。お前の家の前に着いたのは9時半頃だ。家の中には電灯が一つもついてない。何回チャイムを鳴らしても応答なしだ。俺は1時間近く震えながら門の前で家の人が帰ってくるのを待ってた。あの瓦屋根の豪勢な門の前で。隣の家の犬がギャンギャン吠えやがって。それで人が玄関から出てきたんだ。その人に教えてもらわなかったら俺はまだ2時間も3時間もお前の家の前で立ってたところだよ。昨日からご一家で旅行に行かれましたよって言われた。九州を回ってくるそうだから相当長い旅行じゃないんですか？だって。お前その時の俺の気持ちわかるか？目の前が暗くなるってもんじゃないぞ。俺には一銭の金もないんだ。風が強くて耳がちぎれそうになってた。その上、朝牛乳を一本飲んだだけで腹の中は空っぽなんだ。俺はとぼとぼ歩き出したよ。駅まで行った。駅長に訳を話してお金を借りようかなんて考えたからさ。でも世の中善意の人ばっかりじゃないってことが、骨身に染みてわかるような事件が親父の死んだ後次から次へと出てきてさ、どうしても堺駅の駅長室のドアが押せなかった。俺は質屋を探した。これだけの値打ちもんだ。どんな質屋だって金を貸してくれるに違いないって思いついたんだ。電柱に質屋の看板を見つけて、その矢印に沿って歩いていく途中で、ふっと気が変わった。お前がライターに5万円って値をつけたことに、何かすごく腹が立ってきたんだ。あの当時は大卒の初任給が3万円あるかないかの時代だよ。俺は200円そこそこの金がないために、悲壮な顔つきで質屋に向かってる。へっ。ご一家で九州旅行か。5万円で譲ってくれか。ちくしょう。死んだって俺は歩いて帰ってやら。突然、そう思ったんだよ。俺はもう一度駅まで戻って、しばらく線路伝いに進んだ。そのうち、道は行き止まりになった。路地をジグザグに曲がって、なんとか国道に出たんや。底冷えってのは、あんな夜の寒さを言うんだぜ。そんな嫌な顔すんなよ。俺は恨み事言うてるのと違うがな。堺から大阪市福島区まで歩いて帰った真冬の夜の話をしたいだけや。俺は、心の中であることを念じながら歩いとった。パトカーが通ってくれへんかな。そのパトカーに乗ってる警官が真夜中に一人とぼとぼ歩いてる俺を怪しんで、職務質問してくれたらええのにな。そしたら俺は一部始終を説明する。ひょっとしたらパトカーで家まで送ってくれるかもしれん。そう思ったからさ。ところがどんなによたって歩こうが泥棒みたいに
小走りで周りを伺う格好をしようが、パトカーは全然止まってくれへんのや。3時間くらい歩いたかな。いや、せいぜい2時間程度だったかしらね。時間の感覚も方角の見当もつかなくなってたよ。寒いなんてのはもう通り越しちゃって、ただひたすら歩いてる新人みたいだったんだ。トラックのライトで標識の夜光塗料が光った。国道26って字と、住吉公園10キロって字が見えた。なんと俺は逆方向に歩いてたんや。とにかく訳のわからんうめき声を上げて引き返した。国道26号線は一本道で、難波まで続いてるんだ。ああ、なんでもええ。この道を歩いていったらええんや。そう思ったら、ちょっとだけ元気が出てきよった。住吉の向こうは小浜。小浜の向こうが岸の里。その先が花園町。それから大黒町で、大黒町から難波までは目と鼻の先や。難波までたどり着いたら、福島までは1時間半か2時間くらいのもんやろ。頭の中で地図を書いて地名を確かめてるうちに不安になってきた。わかるやろ？この調子で歩いたら、俺は明け方かそのちょっと前ぐらいに花園町を通らなあかんのや。花園町やぞ。あの、鎌ヶ崎のある花園町や。こんな寒い日の明け方は、必ず道端で何人かが投資してる花園町のど真ん中を通るんや。死んでも歩いて帰ったるちゅう決心がぐらついてきよった。それでも足だけは前へ動いとったで、機械的にな。道には一っ子一人おれ。トラックの音がするたびに道が揺れよった。そのうちになんとなく誰かが俺の後をついてきてるような気がして、そっと振り返ったら、10メートルほど後ろから自転車に乗った男が、俺の歩く速さに合わせて右に左に傾きながらペダルをこいどった。俺はその男をやり過ごすために立ちしょんべんをしたんや。そしたらその男も自転車から降りて立ちしょんべんをしよる。俺はそっとソフトボールの大きさの石を拾ってコートのポケットに入れて握りしめた。そいつ、俺が歩き出したらまた自転車に乗ってついてきよるんや。俺はどこかの路地に逃げ込もうかと思ったけど、相手は自転車やから追いつかれるに決まってるがな。いろんなこと考えたで。こいつは一体何者やろ。通り魔やろか。強盗やろか。強盗やったらライターを取られるだけで済むけど、ただ人を殺したいという男やったらどないしょう。俺もう辛抱でけんようになってな。振り向いて言うたんや。なんで俺の後をつけてくるねん。俺は一銭も持てないぞ。どっか行ってくれよ。唇がしびれて、よだれが伝うたのもわからんかったで。その男何にも言わんとじーっと俺を見とったけど、そのうち自転車から降りよった。それから自転車を押して俺のそばまで近づいてきよった。車のライトが男の顔を照らしよった。坊主頭で、25、6ちゅうとこかな。タラコみたいな唇と、普通の人間の倍近いんと違うかと思うような太い眉毛が、もうちょっとのところで俺に悲鳴を上げさせるとこやったで。ところがや、どこまで行くねん。って、やっと口を開いたその声が女みたいで、妙に優しいんや。俺はそれでもポケットの中の石を握ったまま、
福島まで帰るんや。そう答えた。福島って福島区か。ああ、そうや。なんで電車に乗れへんねん。一銭もないからや。その男、自転車の荷台を叩いて。乗れや。送ったるわ。そない言いよったんや。そう言われたから言うて簡単に乗れるもんやないで。俺は断った。もうついてこんとってくれと頼んでまた歩き始めたんや。振り返っても振り返ってもそいつは後ろにおるんや。とうとう住吉公園のところまで来てしもた。俺は古ぼけたビルの前で座り込んだ。ふくらはぎが痛うて、その上何遍もめまいがしたからや。自転車に乗れよ。送ったるやんけ。俺が黙ってると同じ言葉を6回も7回も繰り返しよる。お前、俺を自転車の後ろに乗せて、それでどこへ連れて行く気やねん。福島やん。嘘つけ。そんな手に乗れへんぞ。さっきから言うてるやろ。俺はもんなしや。腹ペコで話も出へんわい。なんぼ俺を引っ掛けようとしたって無駄や。どこかのタコ部屋に連れ込むつもりやろ。タコ部屋ってなんや。俺はコートの襟を立てて長いことうずくまった。自分の膝頭のところに顔をうずめてな。そしたら、そんなことしてたら死んでまうぞ。送ったるから乗れや。そいつだだっこをなだめるみたいに、のんびりした口調で言いよった。俺は顔を上げて、お前、家はないんかって聞いた。家はあるで。そんならさっさと家に帰れよ。しつこいやつやな。俺に突き落とったら、お前こそ死んでまうぞ。俺、死にたいねん。そいつニコニコ笑いながらそう言いやがった。あの、ニコニコに負けたよ。不思議なニコニコやったな。俺が立ち上がって自転車の荷台にまたがったらそいつ、出発って大きな声で嬉しそうに言うて、猛然とペダルを漕ぎ出したんや。俺の体に抱きついとけよ。そう言われて、そいつの腹に腕を巻きつけて、俺はびっくりした。そいつ薄っぺらいジャンパーの下には、セーターも下着も着てないんや。あの夜は冷夏やったで。今年最高の冷え込みやったて床に乗ってたよ。朝6時の観測では冷夏6度で、大阪が零下5度以下になったのは4年ぶりやて書いてあった。俺は、そいつのジャンパー越しに伝わってくる体温が気持ちよかった。競輪の選手みたいなこぎっぷりやったな。けったいなやつやけど、そんなに悪い男でもなさそうや。まあ何でもええわ。ほんまに福島まで乗せて行ってくれたら儲けもんや。そう思いながら、両方のほっぺたを、かわるがわるそいつの背中に当てて、ぬくめとった。そのうちに、嫌な予感がしてきた。そいつの言うた一言や。俺、死にたいね。こいつ、道連れを探しとったんとちゃうやろか。この自転車の漕ぎ方は普通やない。こいつ、ほんまに死ぬ気や。俺は必死でそいつの背中を叩いて、スピードを緩めてくれって頼んだ。意外とあっさり言うた通りにしよって。怖いかって聞きよるんや。俺は、ケツが痛いんやって答えた。それから、さっき、死にたいって言うたやろ。なんでや。そう聞いてみたんや。自転車の横をスレスレに走り過ぎていく長距離トラックのゴー音よりも風の音の方がきつかった。向かい風だな。俺は後にも先にもあんな寒い夜は二度とないやろと思うや。
だいぶ経ってからそいつポツンと言いよった。さっきは死にたかったけど、今は生きたい。自転車を止めて、俺の方に振り向いてこう言いよった。俺、一日に5000回ぐらい死にとうなったり、生きとうなったりするんや。兄貴も病院の医者もそれがお前の病気やて言いよるんやけど、俺はなんぼ考えても病気とは思われへん。みんなそうと違うんか。お前はどうや？俺は慌てて自転車の荷台から降りたで。なんで気がつかんかったんやろか。そうか、こいつは頭がおかしいんか。そう思ったらゾッとしてきてな。俺は丁重に礼を言うて、もうすぐ岸の里やからそこまで行ったら大丈夫や。おかげで助かった。どうか帰ってくれって。気を悪うさせんようにやな。このまま何事もなく別れようとしたんや。そやのに、俺が歩き出したらまたついてきよ。今度は後ろからと違って、並んでや。俺はなるべく返事をせんとこと思うんやけど、そいつ一生懸命話しかけてきよるんや。そのうち、妙に俺の気を乱すようなことを言い出した。お前、俺を気違いやと思ってるやろ。なんでや。お前かて死にたなったり、生きたなったりするやろ。そんなこと思うの人間だけやろ。俺が正常な人間やという証拠やないか。そう言われると確かにそんな気がしてきたな。返事はせんぞと決めてたのに、うっかり口を開いてしもた。そらそうや。けど一日に5000回も死にたなったり生きたなったりするっちゅうのは、やっぱりちょっと普通やないで。そうかな。そいつ黙り込んでなんか考えとった。大きな交差点の近くまで来て、その角に銀行の看板と時計が見えた。3時やった。うわ。5時間近くも歩いて、まだ岸の里の手前か。そう思った途端、体中の力が抜けてしもた。そいつも時計を眺めてた。それからこう言いよった。俺は知ってるんや。何を？5000回どころやない。5万回、50万回。いや、もっともっと数え切られへんほど俺は死んできたんや。猛烈に生きとうなった瞬間にそれがはっきりわかるんや。その代わり、死にたいときは自分の生まれる前のことはさっぱり思い出されへんねん。何十万回も生まれ変わってきたことがわかれへんようになるんや。俺はもう一遍自転車の荷台に乗って、頼む、福島まで送ってくれ。俺はもう歩いて帰る気力がないんや。せやけど、もし死にたなったら教えてくれよ。死にたなったーちゅうて。そしたら、俺は荷台から飛び降りるからな。声も根も抜けた声で言うた。そいつ、声を上げて笑いよった。その顔はな、なんぼ見ても頭のどこかがおかしいってな顔やなかったんや。しかし考えてみたら、冬の真夜中に見も知らん人間を自転車に乗せて福島まで送ってやろうと言うんやから、変わってることは確かに変わってる。多分俺はデカダンスになってたんやろ。こんな滅多な奴の相手をするのもええなあっていう気分になっとった。ものすごいスピードで走り出した。5分も経たんうちに、おい、死にとうなってきたって叫びよった。俺は飛び降りた。交差点のど真ん中や。俺が飛び降りたらそいつは、交差点を渡り切ったところで自転車を止めて、じっとうなだれてる。生きとうなるまで俺は歩いてるから。そう言うて、俺はコートのポケットに両手を突っ込んで、下田屋の並んでる歩道を急いだ。
そいつは自転車にまたがってうなだれたまま身じろぎ一つしおらへん。相当歩いて、そいつが闇の中に隠れた頃、豆粒みたいな光がだんだん強なりながら近づいてきた。そいつの自転車のライトやった。おい、大丈夫や。乗れよ。ほんまやろな。無理するなよ。お前のその決体な発作が収まるまで。俺は絶対に自転車に乗れへんぞ。うん。ものすごい嬉しい気分や。死んでも死んでも生まれてくるんや。それさえ知っとったら、この世の中何も怖いもんなんてあるかいな。乗れよ。花園町の手前まで行く間にそいつ何遍死にとうなってきたって叫びよったと思う。10回や20回なんてもんと違うで。俺はその度に自転車から必死で飛び降りた。降り損ねて何遍転んだかわからへん。風が弱まっていくのと同時に温度が下がってきた。俺の体は氷や。心の中には湯たんぽみたいなもんが生まれとったな。それはその雪吊りのへんてこりんな人間の善意にほのぼのとなってたというのとは違うんや。俺はそいつが生きとうなって目を輝かせて死んでも死んでも生まれてくるんやというのを聞いてるうちに自分までが嬉しいなってきたんや。そいつがそういうたびに、そうか、そらよかったな。本気で合図地を打っとった。空にちょっとだけ青みがかかってきて、いよいよ花園町のガード下の近くまで来たんや。俺は自転車の荷台に乗って、後ろからそいつに頼んだ。おい。ここら辺は厄介な連中がいっぱいうろついてるとこやから、ここでだけは死にとうならんとってくれよ。そんなこと言われても無理やん。ところ構わずやから。おったで。直足袋を履いて、半分にちぎったタバコを耳に挟んだ奴らが。寝てるのか死んでるのかわからんのが、体中に新聞紙を巻きつけて道端で横になっとった。俺は祈ったよ。そいつがそこで死にとうならんように。何人かの男が家の影とか路地から出てきよった。頬のこけた土毛色の顔をした連中がや。おい、もっとスピード出せよ。俺がそう言うたときはもう自転車は十何人かの男に取り囲まれとったんや。その人垣を見つけて、あちこちから行さんの人間が、人相の悪いのが集まってきて、なんや、仕事か、とか、おい、こいつらどこのやつや、とか言い出した。ほんまに俺生きた心地がせなんだ。少なく見積もっても50人ぐらいの、一時も早う仕事にありつきたい人間に囲まれとったで。そいつ、何人かの人間に愛想よう頭下げて、おはようございます。そないよね。そんなこと言うたら仕事の口を持ってきた人間みたいやないか。連中は我先に自転車のハンドルとかサドルとかにしがみつきよった。いるのは一人か二人か。俺が先や。兄ちゃん。こいつらみんな昼まで持てへんからだよ。俺だけやで。時間までバリバリ働けんのは。もうあかん。俺らがただの通りすがりの人間やと分かったら、こいつらそのままにしとかんやろ。頭に来て、俺ら二人を袋叩きにしよる。せやけど逃げようにも逃げようがあらへん。とにかく、前後左右から自転車を捕まれてるんやからな。アホみたいに。おはようございます。おはようございます。ばっかり繰り返しとったそいつが突然来ない言うた。みんな、ついといで。
前に立ちはだかって両手でハンドルを押さえとった前歯のない男が、みんなって聞き直しよった。みんなってどんな仕事やねん。ええから前を開けてんか。みんなついてきたらええねや。みんなできる仕事や。男は道を開けるよう指示しよった。年寄りでもええんかいな。人垣の後ろの方からそんな声が聞こえた。力のいる仕事やないよってに、年寄りでもかめへんで。そいつ、みんなについてくるよう手招きして、ゆっくりと自転車を漕ぎ始めよった。ガード下をくぐって、大黒町への道をのんびりと進みよる。その後から70人ほどにも増えた労務者が口々に、どんな仕事やねん。見かけん手配者やな。そんなことを小声で言いながらついてきよったんや。俺は、そいつの耳に顔を近づけて、今や、行け!そう言うたのに、そいつ自転車のスピードを上げよれへん。俺は一瞬考えた。こいつは今どっちかの状態の中にある。死にたいのか、生きたいのか、一体どっちやろ。それで俺は背中に何十人もの人間の視線を感じながら、おい、お前今は死にたいのか、生きたいのかって聞いたんや。そしたらそいつ、どっちでもないんやな。そう答えよった。そんな時もあるんか。いや、三年ぶりや。三年前までは、どっちでもよかったからな。俺はそいつの背中を続いて、後ろを見るように言うた。お前、こいつらをどうする気やねん。早いこと逃げなんだら、えらい目に遭わされるぞ。今逃げたらすぐに捕まる。そいつの言うた通りやった。ガードの下をくぐっても、だいぶ先まで手配師の車を待ってる連中が通りの両側で身を縮めて立っとった。夜明けのいてつく道を行進してくる、宇治素性も知らん仲間をポカンと見とった。そうや、ほんまにあれは行進やった。ガードの上を走っていく一番電車の音が響いた。歩道や道の真ん中をうろうろしてる人間の数がまばらになって、下り坂になった途端に、そいつはスピードを上げたんや。俺はそいつが死にとうなったんか、生きとうなったんか、そんなことはどっちでもよかった。俺も一緒に死んだる。走れ!走れ!もう絶叫したで。横から出てきた自動車が急ブレーキをかけた。道のところどころが凍っとったやろ。自動車は滑って交差点の角のホルモン焼き屋に突っ込みよった。労務者の何人かが追いかけてきよった。そのうちの2、3人が石を投げよった。投げた拍子に滑って転び寄るのが見えとった。走ったで。そらもうむちゃくちゃに自転車をすっ飛ばして逃げたんや。大黒町の靴屋の並んでる通りを走り、まだネオンの灯ってる難波のラブホテル街の横を走り、港町を突っ切って四つ橋筋に入るまで、そいつは何回死にとうなってきたって叫びよったと思う。その度に俺はそいつの体に巻きつけてる腕に力を込めて、心配すんな、一緒に死んだる、そう答えとった。福島区の俺の家の近くに着いたのは、勤め人が駅への道を白い息を吐きながら急いでる自分やった。俺は自転車から降りて、そいつに礼を言うた。そいつの薄いジャンパーが汗でびしょ濡れになってたから、俺は無理やりそれを脱がして自分のコートを着せてやった。俺は
花園町を通らんでもええ帰り道を教えたけど、そいつは聞いてるのか聞いてないのか、わからんような顔しとったな。朝日を浴びてるそいつの顔は、なんぼ値引きして思い浮かべても、やっぱり神々しいという言い方以外、他には表現の仕方がなかったよ。俺のコートはそいつには小さかったけど、俺が恐縮するくらい丁寧に礼を言おった。俺はもっともっとなんかしてあげたかったけど、アンパン一個買う金もあらへん。そいつは俺に手を振って、10メートルほど行ってからまた戻ってきよった。それでこう聞きよったんや。お前、俺を病気やって思うか？俺は答えられへんかった。首を縦にも横にも振られへんかった。そいつはいつまでも俺の言葉を待っとった。しょうがないから、俺は逆に質問したんや。お前、ほんまに、これまでに数え切られへんほど死んできたと思ってるんか？俺はそいつの哀れみに満ちた目を生涯忘れへんと思う。そいつは最初がっかりした顔つきで俺を見て、お前、なんでそれが分かれへんのや、って言うてから、俺の頭をそっと撫でよったんや。俺は3日後に家を明け渡して、お袋と一緒に淀川区のアパートに引っ越した。これが、俺の誰にも話したことのないとっておきの話や。そんなに不思議そうな顔をするなよ。しょうもない話を長いこと聞かせやがってと思ってるやろ。早いとこ本題に入りたいやろ。わざわざ大阪から東京の俺の住んでる団地を探し当てて訪ねてきたお前の本心は初めっから分かってたんや。あのライターやろ？あのダンヒルのオイルライターは、コートのポケットに入れたままやった。一日に5000回も、死にとうなったり、生きとうなったりする、坊主頭なあいつに着せてやったコートのポケットにや。少年の漕ぐ自転車が枯れ葉を巻き上げて噴水の向こうに消えていった。西日は雲に遮られて公園を暗くさせ、ベンチに座っていた人々の腰を上げさせた。私もそろそろ帰ろうと思った。夕暮れが失意の一つの象徴のように公園を侵食し始めている気がして、心地よいはずの秋の風も不快な寒気をもたらしてきた。腰を上げようとしたとき、隣に座っていた老人が、お仕事大変ですな、と言った。老人はまだ秋だというのに、毛糸の手袋をはめていた。ステッキを持ち、ズック靴を履いていた。猫背で、その上着ている濃い灰色のジャンパーはかなり年代物らしく、袖口がほころびていたから、私は、ああ、
夕暮れの公園にはいつもこんな貧しそうな老人が何人か座っていると思い、なるべく目が合わないようわざと背を向ける格好で座っていたのだった。だが突然話しかけられると知らぬふりをして立ち去ってしまうわけにもいかず、そうですね、と答え老人の方を振り返った。けれども話し相手をさせられるのは迷惑だったから、老人の目を見ずステッキに視線を落とした。ステッキの柄の部分には金の飾り具が巻かれ、象牙細工も施されていて、それがかなりの上物であることを示していた。私は改めて老人の着ているものに視線を走らせた。使い込んでそれぞれ傷んではいるものの、ジャンパーも手袋もズボンも皆安物ではなかった。お日さんが落ちてのうでも雲に隠れるとどういうわけか、みんな公園から出ていきます。春でも夏でもね。不審ですな。老人がそう言った途端また西日が差した。枯葉もベンチも老人のズック靴も茜色になった。私もまた茜色に染まっているのであろう。元気がなくなった時はね、自分の子供の時のことを思い出してみるんですよ。これが元気を取り戻すコツですな。元気がないように見えますか？老人は私の問いに、ただ笑顔で応じただけで、あとは何も言わずゆっくりと立ち上がり、小さく頭を下げ、一歩一歩枯葉の道を踏みしめるようにして遠ざかっていった。確かに私はその日一日元気がなかった。そうでなければ休日でもないのに夕暮れの公園のベンチで時を過ごしたりはしない。私を萎えさせているものはたくさんあった。寝不足、決まりかけていた商談の決裂、妻の流産、3歳の長女が隣人の買ったばかりの新車に国で無数の線を刻んでしまったことに対する弁償金の捻出。しかし、それらはたまたま一時に重なり合っただけで、人生にはよくある些細な不運に過ぎず、どれも解決のつかない事件ではなかった。それなのに私はひどく気落ちしていた。人生に敗れたことをはっきり自覚した人みたいに、もしくは意志とは裏腹にある悪魔的な力に操られて犯罪を犯してしまった人のように、深い失意に包まれ、会社を出ると予定していた得意先には足を運ばず、喫茶店で時間を潰し、とぼとぼ路地を歩き回り、いつしかこの公園にやってきたのだった。ほとんど人のいなくなった公園のベンチに再び腰を下ろし、タバコを吸った。あと20分くらいは日が差しているだろうと考えた。もうその姿を噴水の向こうのポプラ並木の奥に消してしまった老人に、私は憎悪の感情を抱いた。彼は元気のない人間を見つけるために公園のあちこちを散策し、悪意に満ちた視線を配ることを日課にしているのに違いないと思ったのだった。そして獲物が見つかると近づいていき、ますます生命力を失わせる方法をそっと耳打ちするのだ。子供の頃の自分を思い出しなさい。無垢であった時代、未来に幸福しか思い描かなかった時代。雨も雷も耐え難い暑さや寒さも己を庇護してくれる者の懐に潜り込める格好の材料であった時代。そんな時代の自分を思い起こすことは何になろう。そんな時代に帰れるはずはなく、教習は失意に重しを乗せるだけではないか。そう思いながらも、私の心の中にはやがてぼんやりと自分の幼かった頃のことが浮かび出てきた。
けれども、それはどうしても鮮明な映像にはならなかった。どれもこれも、もやの彼方の浮遊物のように気味悪く揺れるだけである。子供の頃の思い出といっても数限りなく、しかも私は自分が幼い時、どんな顔をしていたのか思い出せなかったし、どんな無双に浸っていたのかさえ思い起こすことはできないのである。私は吸いたくもないのにタバコに火をつけ、噴水の水しぶきに目をやった。鎖をつけた犬に散歩させられている少年が止まろうとして足を踏ん張った。犬の足が砂利の上で空回りした。犬はぜいぜいと喉を鳴らし、なおも前に進もうとした。少年は結局根負けして前かがみになり、犬に引きずられていた。一瞬、誰もいなくなった噴水の前に、ランドセルを背負ってひょこひょこ歩いていく小学校一年生の私の後ろ姿が見えた。見えたというより、あえて私がそこに置いたのかもしれない。私は、7歳の私を茜色の宇宙に忽然と佇ませて見つめた。入学式の日はもちろん母に手を引かれて私は校門をくぐった。だが翌日も私は母と一緒に学校へ行った。帰りはまた母が迎えに来てくれた。私たち一家は大阪市北区の最西端に住んでいた。近所の子供たちは歩いて15分のところにある小学校に通っていた。それなのに私がバス通学をしなければならぬ曽根崎小学校に入学させられたのは父の意向によってであった。その歓楽街のど真ん中に位置する小学校は北区では最も程度が高く、有数の進学校である高校に入れるルートの最初の出発点だったのである。しかし私は幼い頃からよく迷子になって、両親を慌てふためかせたことが幾度となくあったので、果たして無事に一人でバス通学ができるだろうかというのが父や母の一番の心配点だった。バスに乗ってる間は問題はないやろ。とにかく終点で降りたらええんやから。入学式を数日後に控えた夜、うつらうつらしている私の耳に酔った父の声が襖越しに聞こえた。とにかくあっちへふらふら、こっちへふらふら行きよるやつやさかい、停留所降りてからが問題やな。一週間ほどお前が行き帰り一緒についてやれ。なんぼあいつでも覚えよるやろ。そうやな、一週間も送り迎えしてやったら、なんとか迷わんと一人で行き帰りができるようになるやろけど、とにかくそれだけ新地の中やさかい、あっちこっち路地がおましゃろ、まっすぐ行くとこ右へ曲がったりせえへんやろか。やりかねんこうですさかいな、あいつはなんで右へ行くとこ左へ行ってしまうんや。あれは何かの病気やで。何を考えとるんやろ。あんたがおんば日傘で育ててしもたからですがな。せやから、あんな貧乏人のボンボンができたんや。貧乏人という言葉が父の勘に触ったようだった。人生どうなっていくかわかるかい。今はこんなとこでくすぶってるけど、わしは女房と子供にひもじい思いはさせてない。お前の言う貧乏人とは何や。え？貧乏人とは何やねん。父の声が荒だった。私は父がまた母を殴らないだろうかと不安になった。母もしまったと思ったらしく、まさかうちの子を金持ちのボンボンとは言えまへんわな。そう小声で取り繕った。おお、そしたら金持ちとは何やねん。お前、上等の着物を着て大きな家に住んどったら、それを金持ちやと言うんか。
貝塚の嫁はんが羨ましいんやろ。もうその話はやめまひょうな。何遍言うたら気が済みますねん。貝塚とは父の商売仲間で、その男の裏切りが父の商いを潰す直接の原因となった。私は両親の毎夜のいさかいが必ずその貝塚という男の名によって始まることを知っていたので、布団から出ると襖を開け、お父ちゃん、お母ちゃんを殴らんといてや、と哀願するように言った。しかし父は私を一別しただけで、さらに語気荒く続けた。貝塚の嫁はんが羨ましいんか。あの、狐みたいな顔を見てみ。お白いつけて、紅つけて、おそその横に赤つけて、ちゅうのは、あんな女のこと言うんや。そんな言葉子供の前で言わんとって。母は顔をしかめて立ち上がり、私を布団に寝かしつけると囁いた。はよ寝なはれ。早寝早起きの癖をつけとかんと、小学校に行くようになったら困るやろ。お父ちゃんと喧嘩せんとってや。うんうんとうなずいて、母は襖を閉めて隣の部屋に戻ってきた。バスは大阪駅の向かい側で止まりますわな。阪神百貨店のちょうど前や。そしたらそのまま御堂筋の信号を渡って、曽根崎警察の横の道をまっすぐ行ったら、校門の前に出るんやさかい。なんぼあの子でも三日もついて行ってやったら覚えますやろ。母は怪しくなってきた雲行きを変えようとして話を元に戻した。そのまっすぐが、まっすぐ行きよらんから困るんや。けったいな子やわ。父が笑った。私はほっとしてそのまま眠りに落ちたのであった。母は入学式の日と、その翌日だけついてきてくれた。そして噛んで含めるように、キョロキョロしている私の頭を叩き、これが阪神百貨店。信号が青になるまで待ってからこの道を渡る。そう言って言葉通りに行動した。さあ、渡ったで。この茶色い建物が警察や。母は私の手を引き、歩道を南へ10メートルほど行って立ち止まり、細い路地を指さした。一つ目の路地やで。ここを曲がるんや。左へ曲がる。左やで。右と違う。右へ曲がったら、車に轢かれるで。そんなことわかってる。わかってても曲がる子なんや、あんたは。そして、路地に入っていった。登校時だったので、私と同じ新入生であることを示す、真新しい帽子とランドセルの生徒や、上級生たちが私たちを追い越していった。この道を、とにかくまっすぐ行くんやで、と母は強い口調で言った。右側には、バーや小料理屋や、パチンコ屋などへ続く路地があった。母は断じてそれらの路地に足を踏み入れてはいけないと命じた。そこに入り込んだら、怖いおじさんがたくさんいて、私をどこか遠くへ連れて行き、もう二度と家に帰ってくることはできないのだと脅した。あくる日、授業が終わって校門を出てくると、一旦帰宅し、再びバスに乗って私を迎えに来た母が心配顔で立っていた。朝と同じ調子で帰り道を押し、阪神百貨店の前まで行き、ここは降りたとこ。ここでバスを待っててもあかんのや。俺、もうちょっと向こうに、52番と書いた停留所があるやろ。あそこから乗って、車掌さんに定期を見せて、僕はここで降りるから、着いたら教えてくださいって言うんや。言えるやろ？言うてみなはれ。私はランドセルの金具にしっかりと祝いつけられて、中にしまい込んである定期券入れを出し、母に言われた通りの言葉を繰り返した。
その翌日、私はいよいよ一人で学校へ行くこととなった。昨日も一昨日も同じバスに乗っていた女の人が停留所に立っていた。バスが橋を渡ってやってきた。私は満員のバスに大人たちの足元を縫って運転席の近くにいた。少しも怖くはなかった。私はランドセルから定期券入れを出し、これがあればお金がなくても一日に何度もこのバスで行ったり来たりできるのだと思った。私は定期券の数字や読めない漢字に見入ったり、運転手のハンドルさばきを覗き込んだり、外の景色を眺めたりした。父が丈夫な釣り糸3本で編んだ定期券入れとランドセルの金具等を結びつけている長い紐を持ち、私は定期券入れを力いっぱい振り回した。それは座席に座っていたおじいさんの手に当たった。こら！老人は手の甲を押さえて私を叱りつけ、そんなもん振り回したら危ないやないか、と怒鳴った。びっくりして私は老人に背を向けた。バスは梅田新道を左折し、御堂筋を大阪駅前へと走った。大きな帽子やな。さっきの老人が笑顔で私の帽子に触った。もっと小さいの、なかったんかいな。一番小さい帽子の中に新聞紙を詰めても、それはまだ私の眉の下まで落ちてくるのである。これが一番ちっちゃかったんや。そう私が言うと、周りの何人かの大人が笑った。私は恥ずかしさで下を向いた。すると帽子がずれて目も隠れてしまった。それでまた大人たちは笑った。若い勤め人風の男が、私の頭から帽子を取り、手に持っていた新聞紙を折って丸い輪を作ると、汗取りの内側に巻きつけてくれた。すでに父が帽子に同じ細工をしてあったので、男の巻いた新聞紙は汗取りの内側からかなりはみ出したが、おかげで帽子は私の額で止まって落ちてこなかった。私は大声で、ありがとうと言った。顔がちっちゃいんやな。まったけの傘みたいになってもうたかな。今度はさっきよりもっと多くの人が私を見て笑い声を上げた。私は痩せっぽちだと言われるのと顔が小さいと言われるのが嫌いだった。一年三組には僕よりもっとちっちゃい子が三人もいてるで。私は相当ムキになって言ったのであろう。運転手までが振り返って笑った。バスから降りると、私は春の朝日に満ちた歩道で立ち止まり、定期券入れをランドセルにしまった。片手を背に回してそのまま突っ込めばいいのに、私はわざわざランドセルを肩から外して道に置き、そこの方にしまった。私は不器用で、他の子供が難なくこなせることでもかなり時間を必要とした。ボタンをかけるのも、食事を済ませるのも、靴下を履くのも。私はランドセルを背負ったが、どうも具合が悪い。服の裾が金具に引っかかってめくれ、袖も肘までずり上がって、いくら引っ張っても治らない。私はまたランドセルを下ろし、道に置いた。そして、歩道に座った。ランドセルと自分の背を同じ高さにして、やっとちゃんと背負うことができた。だがそのために10分近くも時間を費やしてしまった。私は御堂筋に向かって歩きかけた。ビルと車と人々の群れが私をたじろがせた。昨日も一昨日も母がそばにいることで、それらは物珍しく楽しい風景でしかなかったのに、一人になると一変して何かしら冷ややかな化け物みたいに見えてきたのだった。ひととき私は立ちすくんでいた。鉢巻きをして、
地下足袋を履いた男が私の体をかすめて追い越していた。男は脇の下にアルミの弁当箱を挟んでいたが、何かにつまずいてよろめき、弁当箱を落としてしまった。歩道に飯の塊と数匹の目刺し、それに梅干しが一つ散らばった。弁当箱の蓋は一本の輪ゴムだけで閉じられてあったらしく、落ちた際輪ゴムが切れて中身が散乱したのである。男は汚れた飯を拾い、目刺しと梅干しを集めて地べたを張った。そして弁当箱に詰め込み、信号を走り渡っていた。男が渡り切ると同時に信号は赤に変わった。私は男が拾い残した飯粒を見ていた。それを諦めて立ち去る際の男の悲しそうな顔が私をさらに心細くさせていた。右側に阪神百貨店のショーウィンドウが見えた。ガラスの中で何人かの男がマネキンに服を着せていた。私はショーウィンドウの前に走って行き、男たちの作業を見物した。信号が青になったので、私は御堂筋を横切り、曽根崎警察署の前を右に曲がった。大きな竹籠を背負った赤だらけの老人が、道に落ちたタバコの吸い殻を拾い集めていた。長い棒にはペン先がくくりつけられていて、老人は右に歩き、左に寄って吸い殻を突き刺した。私が老人を避けようとして右に寄ると、彼も右に寄って、左に寄ると同じように左に寄ってくるのである。私は何とかして老人を追い越そうとし、彼が警察署の壁際に寄った瞬間、全速力でその横を駆け抜けた。母に教えられた路地はどこまで行ってもなかった。私は木拾いの老人を追い越すとき、曲がるべき路地の前を通り過ごしてしまったのだった。私は後ろを振り返ったまま、木拾いの老人が通り過ぎるのを待った。老人はだんだん私に近づいてきた。私はイチョウ並木の一本にもたれ、老人から身を隠すようにした。老人は私の足元に落ちていた吸い殻を突き刺し、私を見た。瞬きもせず見つめ、私を指さした。そして突然大声で言った。こら、お前なんで今までわしに手紙の一つも出さなんだんや。私はイチョウの木の後ろに回り、警察署の前まで逃げた。もしその時、同じ学校の生徒らしい自分が信号を渡ってこなかったら、おそらく私はそのまま西も東もわからなくなって、どこへ行ってしまったか知れたものではない。私は上級生らしい小学生たちの後についていた。警察署の横の路地を曲がると、見覚えのある質屋の黒いのれんが見えた。その路地だけ暗く、私には一度踏み込んだら最後、二度と後戻りできない道に見えた。でも上級生はどんどん進んでいくので、私は寄るべなくついていった。その軒先に上半身裸の男が倒れていた。うわ、死んでる、死んでる。上級生の一人が面白そうに囃し立てた。男は酒臭い息を弾ませて起き上がり。え？お前死んでるって言いやがったのはどいつや？と叫んだ。上級生たちは物慣れた身のこなしで男のそばをすり抜けた。私も遅れじと走った。毎日ここで死んでるやんけ。さっきの少年が男にあかんべえをしてそう言った。男はふらつく足で追ってこようとしたが、尻餅をついてそのまま路上に横たわった。死ね死ね、死んでまえ。別の誰かが言った。
男は横たわったままもがいていた。上級生の一人が、お前も言うたれと私に命じた。死ね、死ね、死んでまえ。私が言い終わらないうちに上級生たちは歓声を上げて校門への路地を我先に駆け出した。私は慌てて後を追った。そして校門をくぐり、一階の端にある自分の教室に一席切って入っていった。今は年老いてしまった母が、貧乏生活のまま生を終えた父の思い出を語るとき、そこには愛情と憎悪が交錯している。憎悪の原因は、ほとんどが父の酒癖の悪さと、生活苦の中で自分に内緒で女を囲っていたという事実に由来しているのである。だが、母の父に対する深い愛情の一つは、いかに一人息子の私を可愛がったかという、その可愛がり方の大きさによってであった。母は別段隠していたわけではなく、忘れていたのだと前置きして語った。あの日お父ちゃんが私にそっと言うたんや。あいつの後をつけていけって。バスが着いた時、私は家から停留所まで走って、一番後からバスに乗ったんやで。定期券入れは振り回すし、バスから降りたらなんやら急に地べたに座り込んで、ランドセルを背負い直すし、遅刻するかもしれんのに、弁当箱落とした人をいつまでも見てるし、いっそ出て行って学校へ連れて行こうかと思ったけど、よっぽどのことがない限り、つけてることはバレんようにせえって言われてたさかい、後ろの方でやきもきしながら隠れてたんや。やっと歩き出したと思ったら、デパートのショーウィンドウをひょこひょこ見に行くし、信号を無事に渡ったと思って一安心したら、目白のおじいさんを追い越して、とんでもない方に走っていくんや。目白のおじいさんに訳のわからんこと言われて、鉄砲玉みたいに後戻りしたとき、私はもうたまりかねて声をかけたんやで。せやのに気がつかへん。同時でぐでんぐでんの男に、死ね死ね、死んでまえ、ちゅうて叫んだときは、お母ちゃん、足がガタガタ震えたわ。母は、話の最後にこう言って微笑みつつ涙ぐんだのであった。あんたが、校門に入ったのを見届けて家に帰ってから、一部始終お父ちゃんに話して聞かせたんや。お父ちゃんはお腹抱えて笑いはった。お父ちゃんがあんなにおかしそうに笑いはったのは、商売が潰れてから、後にも先にもあの時ぐらいのもんやったやろ。よかった、よかった。あの頼りない奴でも、これで一人で生きていけるめどがついた。そない言うて。お前が帰ってくるのを、今か今かと待ってはったんや。私は噴水を見た。私の姿は消えていた。またある時浮かび出して歩き出すかもしれない。けれどもこれはつい一年ほど前母から聞いた話をもとに、私があるよ感傷と陶酔の入り混じった心で作り上げた想像の産物なのである。私の幼い後ろ姿は、私という人間の中の路地に帰っていったのだろう。
今回の朗読はいかがでしたか？それではまた次回お楽しみに。